度重なるご迷惑ご心配をおかけしておりますことを改めて心からお詫び申し上げます。東芝は株主総会を開き、原子力事業の巨額損失や決算を確定できていないことについて改めて謝罪しました。株主からは巨額損失を生み出した企業体質などに批判が集まりました。決算報告もできてないんでしょう、多分。そんな企業見たことないでよ。あちらこちらの株主総会出てみたけどね、前代未聞の話じゃないですか、変わらざるを得ないというか、変わってくんないと困っちゃう。また東芝は株主総会終了後、アメリカのウエスタンデジタルについて入札手続きで妨害行為を行っているとして東京地裁に提訴しました。